当てて一本取るのはカザネラブリーズ。奥投げから土パン、しっかり西締め、奥投げ飛び読みうまい、して甘して、おここは人形読んでジャンキャンで抜けて、しっかり取り切るのは取り切ったゴマアンジェ、日本取り返す。最終ラウンド、ゲージもほぼ五分、ここでチパン当たる、とジャンリーゼのジャンへ当たって画面端はマリン、あーミスった、おっとカウンターバーストしちゃう、おっと河川よく当たって、これはきついか、アンジェがリーゼの画面端、見えない見えない見えない、コンボして勝ったのはカザネラブリーゼ。さあ、ごまっち、ごま、ぶちチーム。チームぶち2番手はプラムシャル。選ぶのはランゴン。キャラ対策。さあ、プラムシャル対、カザネラブ、リーゼ、ここはまず引っ掛けから、捕まえて、ここはバースト使っていく。画面端、人形1回目。さあ、ここで、EF コンボ。ペシペシペシと当てて、加工派で締める。ダメージ取って、ジャニーガード 4D 出して、ここはカウンター、圧倒が続かないが、ここは加工派つないで、ラウンド取っていくのはカザネラブリーゼ。第2ラウンド、先に引っ掛けたのはプラムシャル、ジャンシ、総裁から、ここはカウンター、しかし、人形が引っかかっていく。さあ、火の玉出して、牽制。人形を、広い間合いの、ジャン 6C で、体力削っていく、ここは2尾引っかかから、火のコンボ、ジャンいじめできないが、ジャンへ引っかかって、投げ抜けて、ジャンへ、ここは体力先ほどと打って勝ってリードするのはプラムシャル、ここでカウンターからしっかり拾ってリーチをかけていく。最終ラウンド、引っかかって、ここは空中投げ、さあゲージがないのであとは続かなかったが、さあ空中投げ、じゃあ引っかかって、ここジャンイー、ジャンイー格好派、ここは引き返らせていく。ジャンエ、ジャンシー引っかかって、ここはバースト引き返らせて、しっかりとつなぐ格好を始め、さあしかしこれはまだワンチャンあるか、ゴビ、さあ手に汗握るカウンター、さあブレイクダウン、ここで終了。勝ったのはチームブッチ。はい、次、キック安定チーム対チーム C。 はい、あ、じゃんけんしてください。
はい、じゃあアンケート終わったので始めてください。ドアエルザ対アカネ、アルカナ選択を迷うランゴン、ランゴンバンリー、テンペスタスバンリー、雷アカネ対、風エルザ。開幕ジャンイ当てたのはエルザ、しかし大きなダメージは取れず、とここでお互い触り合いがあるが、どちらもコンボにはいけてない。ここでしきりスカウンターするがカウントできず、空投げコムニを刺して2位、アカネ側は2位をこすってた。で、コドナマ溜めて、おっとスピクラキしてバーストしちゃった。雷はバーストするときついが、ここで2位カウンターヒットしてしっかり満月落としを決めるのはアカネ。引き攻めはと、また2位が引っかかる、強い2位。空中の判定強い技がエルザないんで、ちょっと対空がきついのかな。待っても2位がどっちみち強いし、おっとここで根性値で耐えたアカネが最後引っ掛けてしっかり満月落としで逆転して1本取るのはアカネ。また2位、2位が本当強すぎてどうしようもない。おここで月吠えが暴発、なんか全部、あっとこれは殺せたんじゃないかな、とちょっとなんかよくわかんない感じで試合が進んでますが、ことできない。ここでいい溜めて、あと百分身が当たんなくてエリアル決めんのはエルザだが、どうしてもコインの跡が出ない。おっグラディウスパス、おっと派生してれば倒せたんだが、最後は持続長いジャンへ当たって勝ったのはアカネ。終始カウンターヒットでダメージ取れたアカネが勝ちましたってとこでしょうね。あ、でもなんか皆さんアクアパッツァとかでなんかもうなんかアルカナはオワコンかなとかも思ってたんですが、今日は大勢の方が集まっております。って言ってる間にペトラが入ってきて、試合が始まる。なんかよく見ない間にいきなり5割減ってるが、なんかこんな展開が多いですね、ここのところで。カウンターヒットをしてからのコンボがちょっと重要ですよね、やっぱこのゲーム。で、なんかよくわかんない間にポンポンダメージ取ってって、最後ランブで締めたのは、ペトラ。なんだっけ、ノーセンス君。ペトラアカネというこのアルカナハート3の最上位と言われてるキャラ同士の対戦になりますが、これはどうなんだろ
と、ツタ引っかかって、あっと、コンボ行きたかったが、エリアルミスる。で、あっと、酒が当たって、来たがバスト。N 投げ通って、しっかりコンボ決める。あかね、浮き攻めは、と、うまくいかずに、距離ロー。で、縦長弾で、浮きを出、見から、見計らって勝利ロしたが、ダメージ食らって、これはどうだと生きる。EF ないので、追い打ちできず。と、2A が長い。一本取り返すのは、アカネ。で、上段して、優位に、あっと、これは、噛み合ったと言うべきかな。で、なんか、ここで、長段当たって、長段じゃない、なんだっけ、アルファ当たって、なんとか切り返す。と、めくりは見た、ガードしたが、もう一回戻って、調理路が出なかったのかな。で、調理路、アカネ側は、なんか、当て身が暴発する。で、これ結構、うわ、ギリギリ残るが、長段引っかかって、なんだっけ、チーム、なんだっけ、まあいいや、なんか、こっちのチームが取り返す、名前が、今見えないんで、忘れちゃいましたが、で、次出てきたチーム、こっちは C。